今回はアメリカが大量に建造した輸送船リバティ船を見ていくぜ。リバティ船は第二次大戦中に米国が大量建造した戦時標準設計の貨物船の総称で、建造のきっかけは U ボートに沈め続けられる英国商船隊の補充であったのぜ。同船はタンカー型、貨客船型といくつかの船型と仕様があるものの、この時代には比較的先進技術であった船体をいくつかのブロックに分けて製造し、最後に繋ぎ合わせるブロック工法と、電気溶接を全面的に採用することで大量建造を可能としたよ。こうして戦争期間中、建造されたリバティ船は2712隻、1944万総トンに達したよ。ちなみに日本が戦時中に建造した戦時標準船は1340隻、338万総トンよ。特に造船所の整備が終わる1943年8月以降はアメリカのどこかの造船所から、毎日3隻のリバティ船が完成しているという生産性の高さだったよ。建造されたリバティ船のうち、約900隻は太平洋戦線へ、約1500隻は大西洋戦線へ送られ、アメリカの同盟国に対する輸送、連合軍の上陸作戦等に投入され、地味ながらも圧倒的輸送力を持って連合国を勝利へ導いたのぜ。